声でも一番癖強いんじゃん、これ。そうですね、ゴルゴンゾーラ。まあでもヤギのチーズもやっぱ結構癖があるんで、好き嫌い分かれると思いますね。これよりすごい。それとまあ青カビはやっぱ本当にピリッて刺激があるんですけど、ヤギのチーズも癖があるんで、これはすごい。でもなんかやっぱり違うよね、これもそうだけど、なんつうの、こうつまみの種類が違うよね、全然やっぱね。これはいいわ。ゆうさんってヤギ食べたことありますか？ない、ない。ヤギ？あ、ヤギのチーズでしょ？ヤギのチーズもそうですけど、ヤギないよ。え、ヤギって食べられんの？ヤギ食べれますよ。生で食べたことありますよ。なにそれ。え、ヤギの肉って何肉っていうの？ヤギ肉。なんか言い方あるでしょ。ヤギ肉なんだ。ヤギの刺身ですね。ヤギの刺身食べたことありますか？いや、ないっすよ。だないないない、全然。それも好き嫌いがすっごい分かれます。だってもう、なって聞いた感じからしてそうだもんね。はい、ヤギの肉は本当に癖があるんで。え、それどこで食べたの？沖縄料理屋さんです。いや、普通置いてないでしょ、ヤギは。でもね、え、どんな感じ？臭いの？まあそうですね、臭いっていうか、まあ癖があるっていうか、まあ独特の。でも分かんないよね、あのハマったらもしかしたらすごい気に入るかもしれない。そうですね、うん。あ、もうねえんだ、ゴルゴンゾーラ。はい、今ここにあります。あ、もうちょっと、うん、ちょっと気に入ってきたもん、俺やっと。あれ、これカマンベール食っちゃっていいんだっけ？これ大丈夫？美味しいよね、これ。カマンベールはうまい。で、あ、来た。番章の白い。番章、え、こっち？番章の白い。こっちが番章。え、これはビアミンの、あ、ビアミンハイボール。これビワなんですか？ビワ、そう。あ、ビワなんですか。へえ、すごい。飲んでみよう。これなんだ。でも色綺麗。これグラスの色ですかね。なんだろう。あ、違う。その色でしょ。え、本当にその色ですか。うん、へえ。じゃあビワいただきます。お。うまい、うまい。なんか濃厚、すごい。ちょ、飲む飲む。美味しい美味しい。なんかビワ、なんかあんま飲んだことない感じ。え、なにこれ、なんか入ってる。うん、うまいよ。あー、飲みやすいですね。でしょ、うまいよね、すげえ。それはどうでしょう、これ。これはちょっとわかんないよ。それはどうなんだろう。え違う。そうです。炭酸入ってんじゃない。なんかジュース。うわ。外した。外した。なんかジュースっぽい。マジ。なんかガブ飲みワイン的な感じで。これ一気にいけちゃいそう。いけちゃいますね。いや、俺のイメージではこっちがこのイメージだったのよ。ああ、なんか私もそんな感じしますか。ワインっていうから。でもハイボール意外にさ、間違えてんじゃねえの、逆じゃねえの、これ。だってこっちがハイボールでしょ。だってでも氷は入ってますもんね。ああね、まあいいか。登りだから僕イワミンなんでそうかもしれない。うん、でもこっちは本当に白ワインですよね。これはまあ、これも白ワインうん、いや、次また逆頼んでみようか。それで入れ替わってたらそれでいいよ。